こんにちは、ハイズラボです。今回は HP のパビリオン DV7 です。ズームなどでカメラを使おうとしたら画面上にエラーが。いろいろ調べたところカメラ自体が認識されていない状態なので、おそらくカメラモジュールの破損や断線、接続不良の可能性があります。そこで今回は Web カメラが正常に映るよう簡単修理を行います。それでは作業に入ります。パソコン底面のバッテリーを外します。ヘラなどを使用し、ウェブカメラ付近のモニターフレーム上部を剥がします。ヘラを深く差し込まないように注意してください。ウェブカメラモジュールが覗ける程度のスペースを確保します。赤丸部分がウェブカメラモジュールの接続箇所になります。マイナスドライバーでコネクタ部分を下から上に軽く押し込みます。モニターフレーム上部をはめ込みます。これで完了です。Windows 10標準搭載のカメラアプリを使用して確認します。正常に認識しました。カメラ作動中ランプも点灯しています。カメラが壊れたと焦りますが、実際はただの接触不良だったりします。当機種に限らず、フレームを外して接続部分を押してあげれば、問題は解決するかもしれないので、試す価値はあります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。